みなさんこんにちは、スプレアートでのべるちゃんです。このチャンネルへようこそ。今日の話はですね、日本に来なければ何ができなかったことですかについて話したいと思います。新しい経験のチャンスがなかったことね、もし日本に来なければ。まあみんなわかるかな、すいませんね、私の日本語能力はまだね、まだ上手ではないけど頑張ってます。多分日本に来なければ生魚は食べなかった。食べなかった、生魚はね、メキシコでは食べないよ。床に座ること、あとなんだっけ、もう左運転、他の国だったらほぼね右で運転する。あともう一つはあんま雪見ること、私とって新しい経験だったね。雪を見ること、なんか寒い、超寒い。あとはね、レストランでね靴脱いだままで食べる。メキシコだったら多分よくない、なぜならまあそういう文化がないから、なんか失礼。あとはディズニーランド行ったこと、ディズニーランドいいな、それはめっちゃ楽しかった。ディズニーランドが大好きです。はあ、もういっぱいいっぱいあるよ。まあいっぱいいっぱいあるから全部行ったら終わらないということで、皆さんは他の国にいた時の何が新しい経験ですか？皆さんこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。アディオスアミゴス、バイバイ。